こんにちは、サーヤです。今日は前にリクエストで飼い主が突然倒れたら犬は助けてくれるのかっていう検証をナーでやってほしいっていうねリクエストがたくさんあったんですけど、それはねすごい面白そうだなと思うのでやってみたいと思うんですが、今日は私がいつもここで動画を自分の部屋で撮ってるんですけど、だいたいその時なんちゃんは私の足元だったりとか近くにねいつもいるんですけど、今日はちょっとドアも閉めてあって、この部屋にはまだねのんちゃんがいない状態です。そこで私が、そこのドアを開けてこの部屋で苦しんでたらなーちゃんは気づいてくれるのかっていうのをちょっとね私も気になるので試してみたいと思います。助けに来てくれるかなはい、じゃあ今カメラをセットしました。ちょっとここね逆光みたいな感じになってて暗いんですけど、いつもねここで動画撮ってて、この後ろで、じゃあドアを開けてうなりたいと思います。はい、ドア開けます。よし、心配してくれるかっていうドッキリは私のところにはちょいちょい来たんですけど、向こうでお母さんを呼びに行ってくれましたはい、心配してくれたのの。あとね、なんか脳は嬉しい時とか不安な時とか何かこうね物を加えてくるのがすごく癖で、このさっきゴムをね加えに来たりとかおもちゃ持ってきたりとかしてたんで心配して不安だったのかなって思います。でも本当にお母さんを呼びに行ってくれたので私としてはすごく嬉しかったです。なんかあった時は助けてくれるかな。というわけで、今日はのーちゃんがお姉ちゃんを助けに来てくれるかドッキリでした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。せやでした。バイバーイ。なんだ、首した。ありがとうね、のんちゃん。